こんにちは、速稼塾の久保です。松潤さんのコーナーですけども、新展開ですね、今年に入って。で、私の方から、改めての部分もありますけども、アドバイスをさせていただくとしたら、これからの動画戦略っていうのはですね、3つに分けてやっていくといいと思います。1つはですね、取っ手出しってやつです。この取っ手出しっていうのは、必ずしも音楽をテーマにする必要はありません。どちらかというと、今日この瞬間多くの方が気になってるだろうなというテーマを扱ってミュージシャンの視点からこう思いますっていうふうに語るといいと思いますね。ですんでピアノが出てこなくても全然構いませんけども、バック背景がね、ミュージシャンの風景が出てると雰囲気出ていいかなと思います。今ね、取っ手出しのコーナーは曲を弾いたりとか、それから朝の発声練習をそれに当ててると思うんですけども、それよりもまだ離れてですね、幅を広く持って、例えば緊急事態宣言について、ミュージシャンの視点からはこう思いますとかね、コンサートがどうこうとかね、それからコンサートをやる演者もそうなんだけども、照明さんとか PA さんとかその他の方も職がなくなるんだよってこととかね、あと会場貸しで儲けてる方っていうのはそれができなくなるんで、収入がなくなっちゃったりとか、小さなライブハウスっていうのは基本的に換気ができない環境になってますよね、もう防音施設ぴったりで。ですんで、そういうところも困るかなと。逆にですね、ここだったら使えますよみたいな情報とかもあるといいかなと思います。あとは歌声喫茶的なみたいなね、喫茶店でステージがちょっとちっちゃくあってですね、お客さん10人とかを入れるような、ほんとショーホールみたいなのがついてるね、なんかカラオケ店ですとか、それから飲食店みたいなところもあると思うんですけども、それについてのね、実情を語ってもいいかなと思います。こういうふうに取って出しっていうのは、必ずしも音楽のテーマじゃなくてもいいですし、どちらかというと音楽のテーマを離れたところで、この現象について、この話題について、芸能人のなんとかについて、この事件について、こういうふうな政治戦略についてミュージシャンの視点から語っていきますみたいなことがあったりとかですね、それから文化庁のやっている補助金っていうのも、この去年1年間ありましたけども、そういうのをね、細かく紹介するっていうのもいいと思いますね。はい、で2つ目がですね、オフィシャル感のあるやつです。ここで、歌を歌ってるところとかね、実際に楽器の紹介とかっていうのがあると、ここはね、もう松潤さんの得意な分野だと思いますんで、どんどん専門的な発信をしていただければと思います。でここではですね、やっぱりこうセールス動画っていうのがあってもいいと思いますよね。でもちろんセールス動画ってたくさんあればいいと思うんじゃなくて、やっぱり月9って言ってね、昔ドラマがありましたよね。ドラマが例えば1時間60分番組があるとしたら、大体その中の CM の割合って、10分の1ぐらい、5分6分とかね、そんな感じだと思うんですよ。ですので多くは情報発信、発信することによって見てる人に喜んでもらう、楽しんでもらうという形で信頼の構築に使います。で一部でですね、やっぱりこうビジネスっていうかね、商品の紹介をしていくっていうことになりますね。で、3つ目の戦略なんですけども、3つ目の戦略が他の方と一緒にやるってことなんですよ。これがだからコラボだったり対談だったりってものでね、こちらに関しましては、速稼塾という器がありますので、こちらの方でね、速稼塾の他の塾生さんといろいろ関わっていただければいいんじゃないかなと思います。もちろんね、同じような年代で、健康法とか筋トレをしている方もいますので、そういう方との対談っていうのもね、発声方法と、それから筋トレで体を鍛えること、自分の体を楽器にしたり武器にしたりするっていうことではきっと共通点も多いと思いますのでね、そういった形の絡みっていうのもあってもいいかと思います。で視聴者さんとの絡みっていうのも、これもね、楽しみですよね。これから一緒にチャンネル登録者数もある程度数を追っていかなくてはなりませんし、再生数もやっぱりね、目指していかないとなかなかね、こう進まないところがあります。私たちは YouTube を中心に活動していきますんでね、まさにリモートってやつですよね。ですんで YouTube を強化することはもう言うまでもなく、表現する方法も今回3つに分けてお届けしたんですけども、もう一回ね、一から整理する意味も込めて、この年始に、ご自身の目標と今お話した3つの戦略をね、噛み合わせてみてはいかがかなと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。